高いです。マインドコントロールっていう佐藤優さん推薦の本なんですけど、この中にブラック企業において上司があなたをね支配する言葉、どうやってあなたを支配していくのかっていう話なんですけど、よくないですかブラック企業、まあもしかしたらそのねブラック企業を働いている自覚のない人もいるかもしれないですよ。俺はここのホワイト企業を叩いているって思ってるかもしれない。でもしかしたら今この話を聞いた瞬間に俺ブラック企業を叩いているのかって思っちゃうかもしれない。それ何かっていうと、まあこれからね仕事を任される、初めて任される仕事で一回教えてもらった、もしくは全く教えてもらえてないという状況、まあ一回教えてもらったとしたらですよ、その仕事内容についてまあ一回で覚えきる人間ってそうそういないから、その仕事をね着々とやっていったんだけど、あれこれどういう風だったんだっけって聞くと、なんだよあの時教えてやったじゃねえかよ、なんでわかんねえなのみたいなケチをつけてくる。これはね洗脳に重要なテクニックなんですよ。まあそうだな、達成するために巧妙なテクニックの一つに答えを教えないことがあるんですよ。例えば政治犯や思想犯の場合、自分がどういう罪で告発されているか決して教えてもらえない。自分が何かの過ちを犯した時にのみなされているかわからないのだ。その上で自分の過ちや罪が何かと尋ねられ、それについて告白し全てを語るようになる。口頭で答えられる場合もあるが、しばしば使われるのは文章に書くことだ。一体どこが自分の過ちなのか、相手がどこまで知ってるかわからないままに曖昧な事実や自己弁護的なことを書くと、目の前でビリビリって破られてしまって、もう一度書き直すに言われる。そこがどこがダメなのかも一切教えてくれない。また前に書いた事実と矛盾することを書いたりしても怒鳴られたり暴力が振るわれた上でもう一度書き直しを命じられる。まあおそらく暴力は今ないと思うんですよ。言葉による責めはあっても、で書き直しって何回もやる、必死に考えて書いたのにって思いつつ書き直しって言われる。で大抵この書き直しっていうその作文を書かされるっていうのは仕事帰りに疲れた時なんですよ。ただ変えたいっていう上司の言われるままに書くっていう、皆さん経験ないですか？でもね、だからこそここブラックだってねやっぱり思っちゃうんですよ。はあ、はあ、思っててもでも俺が悪いんだって思っちゃう。だからこそこういう本を読んで、あなたが企業に洗脳されていないか、そういうね確かめるチャンスだと思うんで、こういう本ね読んで考えてみてください。本体800円プラス税込みですよ。それでは。